肝性脳症とは肝臓の機能低下による意識障害である。別名を肝性昏水ともまた門脈体循環性脳障害とも言う。肝硬変が進行した場合や激症肝炎などの重篤な肝障害によって引き起こされる。稀に先天性尿路回路欠損を伴うことがある。直接の原因については不明な点が多いが肝機能低下により血液中に タンパク質の分解性生成物であるアンモニアなどが増えることにより引き起こされると考えられている。しかし、血中アンモニア濃度と症状の程度は必ずしも相関しないため、原因はアンモニアのみによるものではないことが示唆されている。アンモニア以外の原因物質として、メルカプタン、スカトール、インドール、タンクサル脂肪酸、方向属アミノ酸などが考えられている。 ラクツロースなどの内服薬や特殊アミノ酸製剤などの注射薬で血液中のアンモニア濃度を低下させる。それとともにタンパク質摂取を制限し繊維質の豊富な食物の摂取を促す。また、血小交換療法や吸着式血液浄化法が行われる。便秘の場合は排便が適度に行われるようにする。ありがとうございます。